ございます、ということでですね、いやー暑いんでましたね、しっかり寝てね、体力は完全に回復したんですが時間がやらかしましたね、見事に朝の9時ですね。いやー見慣れたトヨタの朝の光景ですね。なんかトヨタっていうとこの冬のトヨタっていうとなんかパッと晴れるというよりはなんかこれぐらいの天気のイメージが強いですけどね。いやー学生時代と何も変わってねーな。学生時代もよし早く起きてね、あれするぞって言ってたのに気がついたらガッツリ寝過ごしてっていうことがよくありましたけど、いやーそれを思い出すなーなんてことを思い出しながらね、早く起きたら早く起きたい、結局トヨタのジャスコに行って、あそこは24時間以上昔やってましたからね、結局そこで追加で先を買ってそこからまた潰れてしまって、結局大学の講義をね午前中がああとかっていうね、いうようなねこととかね、そんなようなこととかあったりしながらも、まあやっぱね朝は冷えますね、こっちの方はね、トヨタ市はね周りが山に囲まれてるっていう、のもあると思いますが、朝めっちゃ冷え込みます。特に冬場のね朝ほんと冷え込みますからね、そこだけはね気をつけてもらった方がいいと思います。これねあの岡崎にも言えますよね。岡崎トヨタは、まあ、あのトヨタと岡崎って隣り合わせなんでね、近いんですよ。この辺りだとちょっと北の方なんですけど、そのトヨタの元々の上衣の辺りとかはねありますけど、本当南の方に行くともうそのまま岡崎と隣接してますからね、この前ですから、あの東海オンエアの関谷さんがね、バイク買ってたのがトヨタ市で買ってたんですけど、東海オートさんとかがあるのはだいぶもっと南の方で、まあ、さっきのあの、ね、昨日乗ってきた三河線とかで言うとね、三河線はでも岡崎通ってこないのか、ね、あの愛川の方で通りますからね。さあっていうような話を置いといて、とっとっとやってきますよ。でこの辺りも、名前もねもうビッツっていう建物だったりとかね、そのトヨタ市感、トヨタ感がすごくやっぱありますよね、そのうちヤリス感に変わるんかな。なんてこと思いながらね、とりあえずまずは赤池に行きますからね。ジャニートヨタ市の朝っていうと松屋のイメージが強いですね。そのよくね飲んでた連れが、まあ一人暮らしね、大学で一人暮らしをしとるところにやっぱ集まるじゃないですか。私の場合実家からなんでね、あんまわざわざ四日市までね飲みに行くってことはなかったんですけど、ですのでこのトヨタのね地元というか一人暮らしの人で、ね、友達の家が、松屋の近くに寮というかね、その住んでたんですよね。二日酔いで朝松屋を食いに行くか、それかだから、ね、松屋のある方なんでトヨタのジャスコね、そこで当時まだ24時間営業やっとったんで、朝か、ね、買う方、トヨタのジャスコに買いに行くとそのままお酒を買ってしまうというね、悪い癖が出たりとかね、こんなところ激安寿司、99円安ですね、串店のね、電串の新時代は結構増えましたね、お店。ここは手羽先で見てないや、へえ、ウイングですからね。と思ったらここも手羽先なんだ。手羽先好きですね。さてと、で、こっちまで来たらね。もうここから乗っていただきます。もうね、チケットは昨日買ってあるのがね、
そのまま使いますね。デイツーね、やっていきたいと思います。うん、さで、伏見方面は2番線の次の列車って、まあ、基本この構造かな。なんか朝一だけちょっとずれるところがあった気がするけど、9時2分ですか、10分ぐらい時間があるか。時刻表がここにありますね。今から乗るのがこっちね、豊田市から、ここから豊田線、まあ、豊田線は確か上越分岐点だったかなのはずなんですけど、このまま豊田市まで乗り入れてますんで、ここだけね1時間4ね、この時間とかだったら1時間4567、1時間8本プラスね、向こうの名鉄三河線のね列車も来るんで、この梅坪豊田市間だけはすごく高頻度運転になってますよというところなんですけど、この、ね、豊田市からも直接、来るやつは基本的に赤池丼ではなくて、上尾台までは絶対行きますよと。でその先の井戸枕とかね、遠いやつだと、あ、不走行きなんだった今、柏森とかね、犬山まで行くやつもね少ないですから、ありますからね。で終電はね上信行きって言ってね、そう、やっぱりですね、この上水っていう駅とね、上信っていうのがね、丸の内の先、この辺りにね上信駅っていうのが、実はあってね、うちの動画で取り上げたことあるのは上信の方ですよね。そうそうそう、だからあります。今日はね阪神と上信になってますからね。あ、今日じゃないか、昨日ね、阪神、あの半田信用金庫で阪神行ってて、上信ですからね、もうだいぶタイガース感が強くなってますけど、もはや上信って聞くとタイガースですよね。で、とりあえずこんな感じかな。でとりあえず赤池まで行きましょう。これは三河線の地流行きの電車と。で、こっから梅坪までは線路を共有してますと。こんな感じですね。ですから厳密に言うとここは三河線の線路になってるはずです。で梅坪から先が豊田線になってるはずです。まあ、実際は梅坪とまで行くのはなく全部豊田線に入ってきますけどね。よし。